私の名前は青木舞、35歳専業主婦。私は旦那と子供と少し古い一軒家に住み、平凡な日々を暮らしていた。ある日、無断で私の敷地内に1台の車が止まっていた。私の家の敷地には私たちの車が意外にも3台ほど止めれるほどの広さがある。確かに無断駐車されても迷惑っていうほどのことではなかった。俺らに被害があるわけじゃないんだから別にいいんじゃないか？旦那はのんきに話していた。いやー、私だって別にいいんだよ。被害ないし、敷地を荒らされているわけでもないし。でも。でもなんだよ。そんな気にして生活していたらしんどいだけだろ。しかも注意するにしても、それで揉めたりしたらもっとめんどくさいことになるぞ。確かに、それは嫌かも。だろ？それだったら見逃してやったらどうだ。でも、これで突き上がって被害が出てきたらどうするの？その時はその時だろ。私は旦那に言われるがままに、とりあえず様子を見ることにした。それから1週間後。ねえ、私の言った通りじゃん。昨日から車の台数増えてるんだけど。台数増えただけで何かされたわけじゃないでしょ。そんな怒んなって。だってこのまま私たちの敷地なのに私有化されるのは嫌じゃん。このことは前に任せるわ。注意したかったらしたらいいと思うし、舞は一日中家にいるから気になるのも仕方ないしな。え、それってあなたが言ってくれるんじゃないの？俺は今から仕事だから、家にいる舞の方が持ち主との対面もしやすいじゃん。何それ、逃げてるじゃん。じゃ、そういうことだから行ってきます。旦那は私に任せて仕事に行ってしまった。なんなのよ、これで私に何かあったら恨んでやる。私はその日は駐車場を気にしながら生活していた。すると二人組の柄の悪い男が私の家に近づいてくるのが見えた。あいつらか、私が言うしかないんだよね。私は恐る恐る家から出て二人組に近づいた。あの、なんだよ。はいはい、ジュンさん、そんなイライラして八つ当たりしないでくださいよ。ごめんなさいね。で、あんた誰？あ、ここの家のものなんですけど、その車、ここにいつも無断で車止めていますよね。ここ一週間以上の話なんですけど。旦那の言う通り、揉め事にならないように私は下手に出て優しく話をするようにした。ああ、ここあんたの敷地か。で、ここに止めてる車は俺らだけど、何が言いたいの？文句？イチャモンつけたいの？やめていただけませんかって言いに来たんですけど。なんで？俺らがここに止めて何か迷惑かけてる？かけてねえんだし黙っとけよ。俺らはここに止めなきゃいけなくてここに止めてんの。ちょっと、すぐジュンさんは喧嘩腰になるんだから。ほんとごめんね。いや、それは全然いいんですけど。お前は甘いんだよ。だからこんな奴にも下手に見られる。俺はそういうお前の方がうざい。すぐそうやって喧嘩売るのはジュンさんの悪いところですよ。俺は別に甘いとかじゃなくて、平和に解決できるならそうしたいんですよ。世の中、平和に解決できるとかねえから、食うか食われるかの世界だろ。俺らはその食う側の人間でなきゃいけないの。舐められないように構えていないといけねえんだよ。わかってるわかってる。何度も言われてきたから、十分理解してますって。ほんとこれだからお前は下の連中に舐められるんだよ。いつまでもごっこ遊びみたいな感じでいたら、お前がいつかやられるぞ。あの、お話中申し訳ないんですけど、私の話聞いてますか？だからなんだよ、こっちも大事な話してんの、わかる？ほんとお前と話してると余計にイライラするわ。先ほどもお話ししましたけど、私の敷地に無断で駐車しないでいただけますか？確かに迷惑はしてないですけど、こういうのって常識じゃないですか。
私有地ってことは私たちがこの敷地を買って自分のものにしてるわけですし。とりあえずあんたの言うことは分かったからさ、一旦家の中入ったら。申し訳ないんだけど、今純さん虫の居所が悪いんだよね。だからまた後日話しに来てくんない？それって無断駐車やめないってことですか？お前さっきから何なんだよ、しつけえんだよ。無断とか私有地とか、んなもんこっちに関係ないことなんだよ。とっとと目の前から消えろ、こっちも暇じゃねえんだよ。私は怒鳴られ続け、心が折れそうになった。でもそれがきっかけに私は少し強くなれた。子供がこの人たちに会って何かされてからでは遅い、今は何とかしなければと。あなたたちのおっしゃることはよくわかりました。ですが私にも私の生活がありますので、最後にもう一度言います。ここに無断駐車するのはやめてください。やめてもらえないのであれば警察に対応してもらえるよう連絡します。お前いい度胸じゃねえか。俺らが誰か分かって言ってんの？いや、分からないですけど。ヤクザって言ったら分かるよな。俺は青木組の組長だ。怖いか？さっきお前が言った無断でやめろって話だけどさ、だったら今から宣言してやるよ。今日からここの駐車場は俺らが使用する。青木組？ヤクザ？なんだお前、ヤクザも知らねえの？ジュンさん、一般人にヤクザだって言って脅かすのはやめましょうっていつも言ってるじゃないですか。こんなにも驚いた顔してるじゃないですか。この人たちには俺らの存在なんて見えないもんと一緒なんですよ。まあ一般人だから仕方ねえか。ほら、これで文句ねえだろ。今日からはこれで無断ではなくなるってわけだ。正式にここの敷地を青木組が使用させてもらう。これでいいな？無断だからダメということではなくて、ここに車を止めることをやめてほしいんです。お前、自分が言った言葉に責任持てよ。いい大人なんだったらそれぐらいできるだろうが。そんな上げ足取られても困ります。ジュンさん、あんまりいじめたらかわいそうですよ。ほら、この人困ってますし。お前のそのかわいそう精神、ほんと腹立つわ。そもそもお前がそんなんだから今もうまくいってなくて俺がイライラしてたんだろうが。ジュンさんはなんでこうも飛び火が激しいんですかね。なんか文句あんのか？いえ何も。ほら、あんたももう帰んな。ジュンさんが言い始めたら俺もどうすることもできねえんだわ。すまんな。本当に警察に相談しますよ。いいんですか？さっき最後の忠告しましたよね。無断駐車も立派な罪です。ここをあなたたちが使用することは私は認めない限り無断駐車ですから。じゃあ認めさせたら無断じゃなくなるってことだな。お前の家、子供が一人いるだろう。可愛らしい子だよな。なんでそれを。あんたアホなの？ここに一週間も車止めてたら見かけることくらいわかるだろうが。さっきから下手に出てればいい気になりやがって。え？なんだこいつ。ビビって話しかけてきたと思ったら今度は怒り出したぜ。気味悪いな。子供の話をされた私はとうとう我慢の限界が来てしまった。私の様子が変わったのが分かり、ヤクザ二人は驚いていた。あんた大丈夫？ちょっと疲れてんじゃない？ほら、家に帰ってゆっくりしなって。ヤクザのうちの一人が私の家を見て固まっていた。なんだよタカシ、急に固まりやがって。なんか怖いもんでも見たのか？ジュンさん、もしかして。私はこの人は気づいたんだろうと察した。さっきまで優しく話してあげていたのに、ほんとかわいそうな人。あ？なんだお前、この俺に喧嘩でも売るつもりか？調子に乗ってたら本当にあのガキに手出すわ。やれるもんならやってみなさい。あんたこそそんなことばっか言っていいと思ってんの？あんたの下っ端が許しても私はあんたのこと絶対に許さないから。純さんってば、これ以上喧嘩売らない方がいいですって。
あなたは気づいたみたいね。このバカな組長さんに早く教えてあげたらどうですか。ま、今更遅いけど。母親に子供のこと言うと誰よりも強くなれんの。覚えておいた方がいいよ。何者なんだこいつ。ヤクザだって言った時に驚いていたのはこういうことか。多分この人元組長の孫とかじゃないですか。ほら表札に青木って、青木組って元組長が始めた組ですよね。確か一代目でこんなにも組を大きくしたすごい人だって聞いたことか。青木？そんな偶然あるかよ。青木なんてどこにでもいそうな名字だろ。でもそうでもなかったらこんなでかい態度取れないですって。二人して私を見てきた瞬間、私は微笑んだ。ようやく気づいたんですか。認めたくないお気持ちはわかります。でも相手が悪かったですね。あなたの察した勘の通りですよ。やっぱり青木組って聞いた時の様子がおかしいと思っていたんだよ。でもだからなんだって話だろ。たかが孫じゃねえか。今の組長は俺なんだよ。それなのにお前ごときに何ができるって言うんだよ。逆に組総出でお前らぶっ潰してやろうか。たかが孫、組長になったからっていい気になりやがって。今頃おじいちゃんはあんたを組長にしたことを後悔してるだろうね。それこそ後悔しても遅いんじゃね。元組長には何もできることはないんだから。じゅんさん、煽るのはやめましょう。ほら、俺らの大切な人のお孫さんですよ。そんなこと言ったらもう元組長に顔向けできないですよ。くそ、なんでよりによって。たかしの言うように俺も元組長は大好きだった。でもこれは俺のプライドが許さねえ。今さら後悔しても遅いんだよ。青木組の組長、それなら容赦しねえぞ。私はおじいちゃんに連れられて、よくいろんな組の人のところに連れてってもらったんだよ。他の組の組長のつては今でもある。私が一声かければ総出で青木組を潰すことなんて簡単なんだよ。せっかくおじいちゃんが大きくした青木組を潰して心が痛くねえのかよ。そんなことしたくなかったらおとなしくしていた方がいいんじゃねえの。お前はほんと腐ってる。おじいちゃんが大切にしてきた青木組だからってことがわかんねえかな。お前みたいなやつに継がれておじいちゃんが一番かわいそうなんだよ。私は小さい頃からおじいちゃんが必死に下の子分たちを体張って守ってきた姿見てるからよくわかる。おじいちゃんだからこそ青木組の組長が務まったんだよ。俺じゃ務まらないって言いてえのか。お前がガキの頃に見たヤクザの世界と今じゃ全然違うんだよ。そんな生ぬるい考えで生きていける世界じゃねえし、旗から見た世界なんて所詮ごっこ遊びみたいにしか見えてねえだろ。だからなんだよ。それでも私は青木組にふさわしくないお前がいる限り青木組を潰す。私が見た世界がどうとか関係ない。おじいちゃんを身近で見てきたからこそわかることがあるんだよ。ちょっとお二人とも落ち着きましょう。この件は俺から謝りますんで、あまり純さんを責めないでくださいよ。あなたの言う通り俺たちがバカなことしたことには間違いないです。じゅんさんはプライドが高いだけで今の状況がまずいってことは頭では分かってるんですよね。えじゅんさん、じゅんさんもちゃんと謝罪しましょう。私のことを甘く見るのもいいけど、私が他の組の組長たちに連絡一本入れればいいだけの話なんだよ。そうすれば他の組長たちはお前が足を洗わない限りお前を狙い続けるように伝えるからな。ずっとと監視される生活、お前は何日耐えれるかな。すると急に土下座をし始めた自称ヤクザ。すみませんでした、俺が悪かったです。さっきまでの態度も、ここに車止めていたのも本当に申し訳ありませんでした。どうかどうか青木組を潰すことはやめていただけないでしょうか。あなたのおじいちゃんが残してくれた青木組を大切にしますから。謝って済むと思うな。おじいちゃんが大切にした青木組をチンピラ組織みたいにしやがって。さっきまでの態度でこっちは十分お前らのことは分かったんだよ。表面上だけの謝罪には何の意味もねえからな。
俺からもお願いします。これは決して表面上の謝罪なんかじゃないんですよ。ジュンさんは滅多に折れないんです。そんなジュンさんがここまでしてるってことは本気で謝罪している証なんです。それにあんたも青木組が好きなら潰すまではしなくてもいいんじゃないですか。私だって潰したいわけじゃない。おじいちゃんが家族のように大切にしていたこともよくわかってる。それなら。でもお前らにこの気持ちなんてわかるのか。もうおじいちゃんはいない。だからこそ気づいた以上私が守らないとって思うこの気持ち。それは俺もわかりますよ。元組長は俺にとっては恩人です。本当に尊敬していたし大好きだった。わかった。今回はあんたのその言葉を信じて潰すことはやめる。でも他の組の組長たちに連絡はする。きっとあんたをいつでも監視して何かあれば私に報告してくれるだろうから。その時は。わかってるよな。わかってます。あなたの言いたいこと。これからは青木組組長としてちゃんとこの組を守っていきます。下の子分たちも元組長のように大切にします。ありがとうございます。俺も青木組若頭として組長をしっかり支えます。あなたの判断を後悔のないものにするためにも。分かったならさっさと言って。もうここの敷地には車を止めないで。後で私から数人の組長に連絡入れておくから。こんなことを今更言うのもなんですけど、その連絡を入れるのはやめてもらえないんですか。お恥ずかしい話、俺他の組長との折り合いが合わなくて少し揉めてるんですよ。それでさっきもイラついてて、もしあなたにそんなこと言われたら今まで以上に当たりも強くなると思うんです。それこそ青木組の存続に影響が出ると思うんですよ。連絡を入れることは変わらない。きっと折り合いが合わないのはあんたが悪いんだろう。その傲慢な態度、全ては自分が正しいという考え、それじゃあ人の気持ちなんてわからなくて当然だな。他の組長たちに教えてもらったらどうだ。厳しく接するよう伝えておくよ。きっと今までおじいちゃんの顔を立ててあんたに優しく接していただろうが、これからは変わってくるだろう。それに耐えられたら完璧な組長になれるんだろうね。そんな、俺必ず変わってみせますから、どうかどうか。ジュンさん頑張るしかないっすよ。俺もジュンさんと一緒に頑張りますから。これからは元組長がしてきたみたいに俺らもやってみせましょうよ。若頭のあんたの方が組長に向いてんじゃない。その心の広さに優しさ、人情がある。もしこの組長の心が折れたら次はあんたが組長に就任だな。組長、下のやつに青木組を取られないようにせいぜい頑張ることだな。大丈夫ですよ、ジュンさんなら。俺はジュンさんを信じてます。元組長が選んだ組長ですもん。若頭は最後まで組長をかばうように私に接していた。ごめんな、たかし。こんなにもしょうもない俺なんかが組長になってしまって。ほんと今更ながらに組長を辞退した方が良かった気がするよ。そんなことないっす。組長は一人で抱え込みすぎなんすよ。あんた、ちゃんと俺らのこと見とけよ。組長は本当はいい人なんですよ。でも、組長っていう大役を任されてから一人で頑張ろうとして追い詰められただけですから。それならきっと青木組はいい方向に導かれるだろうな。悪い報告がない限り私の出る幕はもうない。その代わり他の人にずっと監視される辛さを味わいながら成長するといい。そういうことだからさっさと帰りな。はい、今日は本当にすみませんでした。失礼します。失礼します。こうして組長と若頭が帰った後、数人の組長に連絡を入れた。小さい頃可愛がってもらった私の声を聞くなり、みんな喜んでくれた。そして私の話を理解して青木組の組長のことは任せろと言ってくれた。そして半年後。姉さん、俺っす。あの時世話になった青木組若頭の。電話がかかってきたと思ったら青木組の若頭だった。あの時の。あれから組長はどうだった？あなたも結構組長に気を使っているように見えていたから少し気になっていたのよ。
言いにくい話なんですけど、組長は1ヶ月ほど前に足を洗ったんすよ。え、どうして？あれだけ頑張るって言っていたじゃない。姉さんがあの後他の組長たちに連絡を入れたんすよね。その組長たち、ジュンさんに脅しにかかって、今ではジュンさん無茶ぶりばかりしてきたような人だったから、きっとこのタイミングでジュンさんを排除したかったんだと思います。ジュンさんはあの時言ったように頑張って自分が変わったことを証明しようとしたんですけど、風当たりはずっと強いままで、監視されているのもいつも背後からつけられているように感じ始めて、それでもう耐えられないと。そうでしたか。やはり青木組の組長には向いていなかったんではないですか。今までの行動が未来の自分の足を引っ張った、ただそれだけのことですよ。私はその報告を聞いて少し安心しました。そして報告はもう一つあるんです。俺が青木組の組長に就任することになりました。姉さんの助言通り頑張ってみようと思いまして。いいんじゃない、あの時言った言葉は嘘じゃないから。本当にあなたは組長に向いていると思うわ。純さんがしてきたことをいい方向に変えられるように頑張っています。他の組長との連携とかも俺の代で戻さねえと、せっかく一代目が気づいたものが壊れますもんね。ありがとう。おじいちゃんも喜んでると思う。これからも青木組よろしくお願いします。ではお元気で。あなたもね。こうして報告を受けた私は少しだけおじいちゃんが恋しくなった。私は子供と旦那を連れてお墓参りに行くことにした。私ね、おじいちゃんに自分の子供を会わせるの夢だったの。確か前のおじいちゃんは10年くらい前に亡くなったんだっけ。うん、病気だった。おじいちゃんがヤクザだって話は結婚した時に少しだけ話したでしょ。うん、すごい人だったって言っていたよね。この前の無断駐車、おじいちゃんの組の人たちだったの。偶然にも関わることになっていろいろあったんだけどね。おじいちゃん、今の青木組はきっともう心配いらないよ。そうだったの？前のこと知って驚いていたでしょ。かなり。その時ふとおじいちゃんとのことをたくさん思い出したな。おじいちゃんの子分の人たちはみんな優しい人で、私のお兄ちゃんって感じだった。でもきっとそれはおじいちゃんの器の広さからなんだよね。おじいちゃんが優しいからみんなが優しかった。子供ながらにヤクザが怖くないなんて、マイは最強だな。本当にそうだよね。おじいちゃんのおかげでたくさんのいい経験させてもらったと思ってるよ。経験だけでなく今の家もな。おじいちゃんがあの土地譲ってくれたからこそ今の家があるんだからな。そうだね。おじいちゃん本当に助かってます。これからもたまにはこうやって家族で墓参り来ような。うん、ありがとう。おじいちゃんまた今度遊びに来るからね。しっかり私たちのことも見守っていてよね。きっと見守ってくれてるよ。俺も前のおじいさんに挨拶したかったな。きっと怖くてビビり倒すよ。おじいちゃん私のこと大好きだったから。俺の前を取るなって。おじいちゃんは私のことだけじゃなくて組員の人たちのことも同じ家族のように思ってたからな。きっとカイトのことも大切に思ってくれたと思うよ。そうだといいな。私はおじいちゃんのようにこれからは自分が家族を大切にしないとと思った。おじいちゃん、大切なことをたくさん教えてくれてありがとう。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。